北口東静岡駅は静岡県静岡市青区長沼にある東海旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は CA16。運行形態の詳細は東海道線を参照。同地には1967年より貨物駅の日本国有鉄道東静岡駅が置かれていた。その移転縮小に伴う跡地再開発。 東静岡地区新都市拠点整備事業の一環として旅客駅である東駅が開設された。有効長240メートルの島式ホーム1面2線を有する地上駅。東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で静岡駅が東駅を管理している。JR 全線切符売り場、エクスプレス券売機、自動改札機が設置されている。 駅の南北を東海道新幹線をまたいでつなぐ、京上駅舎を備える。港内北口の南北自由通路にオートウォークがある。この南北自由通路は1998年度の田中賞を受賞している。旧東静岡貨物駅の再開発地域に建設されている。創車場を排して貨物駅としての機能を東側に移し、 下り本線を上り本線側に寄せているため、ホームが静岡駅側に向かってすぼまった形状となっている。本屋側のホームは幅が大きく取られており、隣接する静岡県コンベンションアーツセンターでのイベント等開催時の混雑にも対応できるようになっている。トイレは改札口を入った先の南側及び南口、北口の階段下にバリアフリー対応の施設が、 設けられている。静岡県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車人員は8400人で、ある。近年の推移は、以下の通りである。東静岡大橋、右奥に駅舎がある。東海道本線に並行してすぐ脇を、東海道新幹線が通過する。また、駅の傍らに、東海道新幹線の湯月留置線及び湯月保守、基地。 西方に静岡車両区がある。付近は静岡市の副都心と位置づけられ、行政が主体となって再開発を進めている。空き地が目立っている現状であるが、区画整理による立ち退きが行われたためである。高層マンションの建設、宅地分譲ほか、急ピッチで開発が進行中で、地価も上昇している。また2013年に駅の静岡よりに国道1号と、 南関西を結ぶ東静岡大橋が開通した。同駅の南北をつなぐ道路は、かつては駅西側の柚月地下道及び東寄りの静岡貨物駅をまたぐ長沼大橋の他になく、その間が約1 5トルも離れており、交通のアイロとなっていたほか、自転車の通行にも不便であった。車椅子対応のエレベーターは、 開通からおよそ半年ほど遅れて整備が完了した。駅周辺。NTT どこも東海市社静岡ビルと富士山、駐車区出店。ありがとうございます。